Hello. Yes. Good evening. You can see your passport, please. Yes. You go first. Oh. 先入って。お、oh. そうなろう。We'll bring it later. Okay. first floor ね。Okay. わかんない。最初そっちを押しちゃったから間違えて。そういうこと？ガシャって言ったら押せば開くんじゃない？いや、違うでしょ。手じゃないよ。あ、これ押すのか。うん。横じゃないのか。うん。ああ、そうか。なんか横スライドだと思ってた。押すんだよ。うん。開けて。はい、これでしょ、ここから。え？いいんだよ、もうやれば。これエレベーターこんな風にして開けるんですね。なんか昔ヨーロッパで乗ったようなことがあるようなスタイルです。はい、で今回は404号室です。でなかなかね、鍵が開かないと思っていたら下じゃなくてこれ下でも開いたり、うん、上に開けましたね、鍵開けたら。はい、部屋見てみましょう。まあほとんどここで過ごすことはないので、シンプルなお部屋にしました。ベッドが2つですね。はい、あとは机があって、デスクがあってポットがあって、多分これ水だけがなんでしょうね、フリーなんでしょうね。で冷蔵庫があって、ここ開けてみましょうか。冷蔵庫は入ってませんでした。引き出しは、まあ、ドライヤーがありますね。なんかわからないキーがあります。クローゼットは大きいですね。かなり大きなクローゼットになっております。下はね、布団が入ってます。今は暑いので必要ないと思いますが、はい。それから次はバスルームを見てみましょう。入って正面はトイレになっております。でシャワールームですね。あとアメニティはでも新しいよね、コットンですね。あと今度櫛かな、櫛、歯ブラシもありますね。でシャンプー、ボディーソープかな。シャワー水圧チェックします。まあまあですかね。ちょろちょろですね。ちょっと弱いですが、まあ十分でしょう。タオルはバスタオルとハンドタオル、あとこれはシーツでしょうかね。ね、夏なので薄い上掛けのようです。以上です。入ってすぐにこのようなハンガーもあって、ちょっとコンクリート打ちっぱなしような感じのおしゃれなロッジネスト。ホテルになっております。天井側ですね、鉄板むき出しという感じで、これはコンクリート、その地のままという感じでしょうか。はい、2日お世話になります。あ、なんかおしゃれだね。おしゃれだよ ね、 ねえ、雰囲気はすごくこのような、あ、なんか吹き抜けになってんだ、ここからずっと。ね、私たち4階ですが、ただ暑い、暑いですね、風が、全然風通しかない。行きましょう、行きましょう。なんかおしゃれな作りではあります。でも暑いよ。うん、暑いよ、こんな感じ。飯だ、飯だ。本願ホテルリゾートスパ着きました。大きなホテルです。じゃあ、チェックインです。
ファイヤーフロアお願いしたんですが、2階で、え、ファイヤーだよと言われました。部屋は203号室になります。ちゃんと押してください。押してないですね。すみません。部屋はツインベッドルームになります。あ、フォースターなんだね、ここね。まず部屋を一望しています。ちょっと荷物映ってますが、なんかいいね。ちょっとこれ目の前プールだったのかな。あ、違うな、ハスがあるから池だったんですね。ちょっとお水が汚れております。まあ、リバーサイドですか、角部屋ではないので、あれ始まって見えませんか。水回りの方を見てみます。はい、中を開けると洗面台がありますね。アメニティは歯ブラシと櫛ですね。それからこれは何だ、取らない。これはコットンですね。で、シャワーキャップ、これ何でしょう。ビューティーソープって書いてある。あ、メイク落としかな。で、ここにはシャンプーとシャンプーと2つ、それからボディジェルがあります。トリートメントはないですね。そしてハンドタオルが置いてあって、こっちにバスがあります。で、大きいタオルが2本あって、あとはちっちゃいフェイスタオルというかお顔のタオルがあります。バスマットもありますね。あ、水圧ちゃんと出ますよ、しっかり。まあ、日本に比べてあるからですけど、しっかり出てますね。クローゼット、ハンガー4本、あとこっちは段になってますね。ランドリーかな。ランドリーだ。ランドリーリストがある、はい。で、スーツケースを置く台の下にスリッパっていうか B さんがあります。まあいいや、多分バイキングでしょう。何があるか見てみましょうか。ドリンクを取って場所を取りましょう。おお、すごい賑やかですね。あ、お粥ですね。フォーもありますね。ドリンクを取りましょう。場所気にしない。コーヒーですね。サラダですね。見てください、一つ一つ説明するとかなりの量がございます。ああ、これバインミーができるんじゃないかなという感じですね。種類があります。クエの郷土料理、料理ですね、はい、人気ですね。人気ですね。フルーツのコーナーですね。フルーツコーナーで、はい、うん、お粥ですね、はい。これも卵、はい、お芋、トマトで煮物、いい焼きそばチビ肉団子野菜、はい、野菜炒め、チャーハンですね、はい、以上になります。黒いお子、はい、賑やかな朝食会場から戻って撮ってきました。はい、誰もマスクしてない。私たちだけだった。
食べるのね。種類は非常に多いですね、はい、朝からこんな豪華な朝食をいただきます、はい、景色は非常にいいレストランになります。恒例のプールチェックに来ました。そう、お子様もねお泊まりになるかもしれないので。あ、誰もいませんね。暑いので。暑いのでね、はい、あそこのところのいいのかな。あ、そこにベッドが2つあります、はい、ここに座りましょうか。座りましょうか。はい。あ、ジムもあるじゃん。ちょっとジム、うん、フィットネスセンターに来ました。はい、まあ、誰も昼間なのでいませんが、ね、このようなジムの、はい、ございます。はい、ここにもありございます。はい、ここにも。2部屋にございます。アンリゾートに着きまし た,、はい、ました。静かでいいところです ね, ここですね。あ、ここ見えてたわ。え、右側にはプールがあります。また後でプールチェック、ね、すごいリゾートっていうだけで、あ、誰もいませんが、庭の手入れとかも綺麗にしてある、うん、綺麗ですね、うん、あ、こんな奥なんだね。ウェイカードリンクくれてるじゃん。だからおしぼりくれる、うん、待ってる間に、うん、いいじゃないでしょうか。スパもございますね。ロビーの雰囲気。アンリゾートホテルです。402号室ですね。開けてみましょう。よいしょ。あー、眺めがいいですね。とっても眺めがいいところになってますね。橋が見えて、川が見渡せます。ちょっとでもね、あの橋を渡るときに音がすごくガタガタするみたいですね。で、こちらからのお部屋の眺めはプールが下にあります。もう一つプールがあります。では、中の方に行ってみましょうか。今回はツインベッドをお願いいたしました。ではですね、じゃあこちらから説明しましょうかね。コーヒーとか、ありますね。その下ですね、カップとポットが置いてあります。すごいちょっと引き出しが、あ、一番下になぜかとっくりが入ってます。で、こちらは冷蔵庫になってますね。一人用の冷蔵庫になってます。で、こちらにフルーツがありますけれども、これはフリーになってます。で、お水はこっちはフリーっていうことになってますね。入り口、こちらちょっとあの座るように荷物置いちゃったんですけど、なってます。で、下を見ていただくと多分ビーチサンダルかな。よいしょ。スリッパって言ってました。ビーチサンダル、はい、スリッパって言ってたけど、ビーチサンダルが2つ用意してありますね。で、こちらを開けてみるとクローゼットの中ですね、バスローブがあります。そして傘ですね。で、カバンも使っていいのかな。ビーチに行くときに使ってくださいってことで。で、下に布団があります。で、金庫もありますね。ドライヤーがこんなところに隠れていました。では水回りの方に行ってみましょう。こちらあのフリーのうがい用のお水かな、まあ、普通にも飲めると思いますけれども。で、ここを開けてみますね。これ以上開かないのかな。歯ブラシとクシッと、それからこれは何、ゴムかな、
女性の用のコンロですね。で、男性用のシェービング、こあすごいソーイングセットがあった縫い物ができる。あとはシャワーキャップですね。ハンドソープが置いてあってタオルが2本あります。そして後ろ側にもタオルが、バスタオルとタオルがもう1枚あって、こちらトイレットペーパーですね。トイレは綺麗です。はい、シャワー、こちらはシャワー室になってます。そしてですね、中にはシャンプー、バスジェル、あれはなんだ、奥のは何でしょう、コンディショナー、あ、コンディショナーがあったあ、結構ね、ちゃんと強く出てます。これは使いやすいかもしれないですね。ベッド周りのコンセント、ベッド周りのコンセントがないかな。こちらは何の調節？ライトだと思います。調光器だと思います。コンセントはジムになります。誰もいませんが、フィットネスジムがあります。結構本格的なものがあるんですけど、使ってません、ね、誰も使ってないそうだよね。あと入ってくると、左側にレモングラススパございます。はい、でもし時間あればこちらでスパを受けたいと思います。はい、気持ちよさそうに、気持ちよさそうです。何キモよってあ、この辺の感じの写真を撮ろう。 GoPro が時々フリーズして撮れなくなったりしてます。こちらホテルのお庭になります。ん、これプール側、玄関側から見たらホテルになります。すごいリゾート。あ、そこですかね。うん、いるじゃん。あ、ここですね。うん、はい、しんちゃん、しんちゃん、レンタバイスク、ユーバシゴ、オッケー、402って言ってもそうじゃん、402。これサドル低くね、これ低いんだよ。あ、こっち、あ低いもん、よし。ちょっと待って、レックファースト会場になります。バイキングですね。生春巻きをですね、食堂で作っていただいているようです。これが本場の生春巻きの作り方です。作りたてのバインミーを持ってきております。今日の朝食です。甘いも種類が多いので一つずつ取ってきてシェアすることにしましたでもまだあるよ、まだまだメニューあった。これには載せられないぐらいございますもう食べれないから、うん、豪華です。で、今朝食はちょっと外に来ています。パン川からドラゴンブリッジが見える部屋をしていただきました。見てみましょう。入ってみましょう。まずは景色から行きましょうか。
どうですか皆さん、どうですかこの景色。はい、最高ですね。ちょっといい部屋にグレードアップしてもらえば。じゃあお部屋見てみましょうか。やはりキングベッドよりツインベッドがいいので次にいいですね。引き出しは何も入ってないのかな。よいしょ、ちょっと開けてみましょう。何もないですね。でこちらはただの棚になってるのかな。はい、でコーヒーがありますね。コーヒーのセットと、あとお水が2本あります。で下開けてみると冷蔵庫があって、こちらミニバーになります。はい、こちらは有料になってます。気になるもの見つけました。これなんだろう。よいしょ。太らないように。あ、体重計ですねこれね、うん、食べ過ぎ注意バスローブ、ふわふわふかふかですね。いいスリッパがある。やった、飛行機で帰り履いて帰ろうかな。よいしょ。反対側開けると金庫があります。セキュリティボックスです。はい、ドライヤーです。ドライヤーですね。ドライヤーがあって、下に開けるとこちらは収納になってます。ではこちらがどうなっているかというと、お風呂ですね。お風呂、バスタブがありますが、はい、スケルトンです、はい、外の端が見えるようになってます。端見ながら、端見ながらお風呂入る、入ります、はい。まあ、もちろん上にロールスクリーンございます。はい、でこちらがシャンプー、バスジェルとボディローションがあります。バスタオルが2枚用意されていて、これハンドタオルで、小さいタオルがここにあります。ソープがあって、引き出し開けると歯ブラシですね。でひげ剃りがあって、コーム、あとシャワーキャップがあって、で綿棒、あとソーイングセットがある。これ非常に何かあった時いいですね。ビューンってここから抜いて、ツヤチェック、あ、これか。ツヤともすごいいい、魔力ですね。最上階で一番大事です。リモコンがあって、これでロールスクリーンが下がります。これトイレ丸見えなんで、下げないとちょっとかっこ悪いですね。はい、閉まりました。コンセントはデスクに1つ、あと壁に1つございます。場所だけ取ります。あ、です。はい、ここの朝食の内容を紹介します。ここはジュースコーナーです。コーヒー、次はコーヒー、紅茶、シリアルがございます。シリアルがあって、でパンコーナーです。サラダコーナーです。ハム、チーズ、ハム、こちらも野菜です。スープ、あ、スープでした、ごめんなさい、スープになります。こちらがお粥ですね。こちらがお粥です。はい、これはミートボール、はい、これが炒め物、はい、炒め物、これが麺、ビーフン、ビーフンかな。でこれがチャーハン、チャーハン。朝食メニューが揃いました。種類が多いのでシェアしながら食べます。はい、美味しそうです。朝食会場から眺めは半川沿いで、ドラゴンブリッジも見える場所です。ベトナム8泊10日の費用を公開します。
ベトジェットは予約時は羽田とダナン往復でしたが、フライトキャンセルによりハノイ経由のダナン往復となりました。バンブーエアウェイズでハノイからドンホイへ移動しました。ドンホイからフエ、フエからダナンはベトナム南北鉄道を利用しました。各地近郊での移動はグラブを主に利用しました。交通費は2名分で合計99,039円でした。ドンホイでは食事なしのネストに200円しました。フエではウンザンホテルに朝食付きで200円しました。ホイアンではアンリトリートリゾート&スパホテルに朝食付きで200円しました。ダナンではブリリアントホテルを予約しましたが、眺めのいい部屋に追加料金を出して変更してもらいました。アクティビティ費用はホンニャ洞窟ツアー参加やパラセーリング、マッサージなどが含まれています。ローカル料理を主に食べに行きました。暑かったのでコーヒーショップは1日2回ほど入っております。今回の総費用は192,577円でした。1名分に換算すると96,288円になりました。両替所と ATM キャッシングのどちらが得だったかを動画にしてみました。1万円をベトナムドンに両替した場合として比較表を作りました。ハノイ空港に到着してから何か所かの両替所のレートを確認して、一番レートの良かった BIDV にて両替をしました。ハノイ空港の換金率が一番良かったので、これを基準に差額計算しました。フエではベティンバンクの ATM でキャッシングしました。換金額が235円分少なくなっています。ホイアンでもベティンバンクの ATM にてキャッシングしました。換金額が272円分少なくなってます。ダナンではテックコムバンクの ATM でキャッシングしました。換金額が361円分少なくなってます。一目瞭然ですが、 ATM の場合は手数料がかかるため、その分換金率は悪くなります。でも両替所のレートが悪い場合は反転する可能性がありますね。今回の検証ではどっちが得だったかは両替所の勝ちでした。ご参考まで。